Let's get started. 萌え子チャンネル。です。新しい糖質ゼログラム麺の中でですね、すごい革命的なものを見つけてしまいました。このプルンチャン麺というねお品物なんですが、前回同様大見健司さんの商品です。でなんと私動画内で食べているのがごまラー油味なんですけれども、次また購入してパッケージをお見せしようとしたらなんと売り切れてまして、これはねもう革命的にきっと美味しいわけです。このパッケージは豆乳担々味のパッケージになります。このようにしてレンジ内で立たせてチンするタイプです。レンチンします。一応600ワット45秒、700ワット以上禁止だそうです。だいたいね、この切り口ついてますが危ないのでハサミで切ってもいいと思います。前越しはこれをちゃんと油水で捨てるので後で油すぎます。これね熱いので、だいたいこういうものはちゃんとスープを入れてですね、ビシャンと跳ねますのでね、菜箸で入れましょう。菜箸投げられたさんのチャンネルで習って面線を整えるというね、菜箸投げられたさんすごい面白いのでおすすめです。最近夢中でねほぼ全部見ちゃった。電球使って見てました、ゴールデンウィークあたり。はい、まあ、ちょっとサラダチキン、チャーシューの代わりですね。でまあこれ担々麺の味のタイプなんでね、担々麺の味のタイプなんで、ただ順番的にはここでごま入れましょう。まあ、ごま入ってますからね。で次にネギかな。最近暑くて台所出したくないんでカットネギ買っちゃってます。ちょっとね表面が乾いたからではあります。で、温玉。で、これ一回いただいたんで分かったんですけど、ここで乗せるものによって結構温度下がります。私の場合は、おいちんのね、ちょっと温めます。これも700ワット以上負荷と書いてあったんですが、多分それはパッケージの問題なので、この時700で20とかでいいかなと思います。はい、出来上がりました。殻のこのお気に入り最近のね、角屋の香り入りごま、入りごまの方はちゃんと手に取ってかけましょうね。熱いのにかけると袋をこうやるとしけっちゃいますのでね。はい、出来上がりです。はい、できました。ちょっとね上下反転なので気持ち悪いかもしれないんですけど、いただきますよ。パチャンってこの感じです。今モニター画面見えてないので初の三脚なんですけどもね、いただきます。お、
本日ですね、我が家の方が、あれです、湿度すごいことになってまして、気温が31度あったんで、今日のところは冷房ちょっと音入ってたらごめんなさい、冷房許してください。ただいまとても暑いです。はい、麺リフト、これもやっぱね同じですね、こんにゃくと白滝っぽい見た目、辛いですね、スープ。またうん、ちょっとご一緒にビールなんぞね、飲みながら、あ、美味しい、やっぱり美味しいです、これ辛い辛くて美味しいで、なんかプチ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 切ってるのがですね、ノイズカットっていうか、あの完全に外工事してまして今それもあって窓も開けられず撮影が厳しい状態になってます。あ、また工事始め、かすかにね、ブオーって言ってますね。で、グラインダーっていうのかな、なんかわかんない、ガーッとかいうやつね、工事あんま詳しくないんですけど、その音が来るな来るなと思って一時停止してな感じです。あ、これ絶対飲んだ後締めのラーメンとかしたい人には、ダイエッターさんにはすっごいおすすめ。今まででダントツ、多分ね、横尾デイリーフーズと気分さんが、気分が美味しくなかったとかじゃなくて、味付けの問題なんだと思う。できてる加減がね、これたまらなく美味しいですよ。潰しちゃったけどね、後でがいいぐらい美味しいスープが。辛いです、だからこれでつまみながら飲めるし、これ食べきっても100キロカロリーないですからね、なんせ。具を入れてですよ、すっごい、これはマリア先生にも紹介してほしいぐらい。あ、でもそしたら今日みたいに売り切れちゃいますね。美味しいです。で、ではゆっくりいただきたいと思います。2食分も私の食動画にお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも美味しいダイエット食品紹介していきたいと思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。まいこでした。また明日です。糖質 0g プルンチャンメン豆乳担々味はエネルギー 63kcal、 タンパク質 1.8g、 脂質 3.0g、 炭水化物 9.5g、 糖質 5.4g、 食物繊維 4.1g、 食塩相当量 2.2g です。ごちそうさまでした。